30分ってめっちゃあっという間ですね。すぐ経っちゃったね。あと今日は2回配信あるので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。うん、しゃっくりじゃないけどしゃっくりみたい。レアス1983さん、これなんだ、なんだこれ、わお、違うか、ありがとう。お蕎麦食べた、いいね。何蕎麦、あったかい蕎麦、冷たい蕎麦、やばい、やっぱりそうだよね。今ここが腫れてきてる。たまにあるんですよね、なんかたまにさ、眉毛が腫れたりする、眉毛じゃない、眉が腫れたりここが腫れたりよくあるんですよ。きつねそば、じゃああったかいそばか、いいね、きつねそば。やす1983さん、頑張れ、ありがとう。なんかなんていう、フォロセっていう、なんかさ、仮に刺されたみたいななることない？今なっててめちゃなんか痒いというか気になる。残業なう、頑張れ。触らん方が、そう、これ触ったらね、めっちゃ巨大になっていくんですよ。大きくなってくる。そうやから触んないように気をつけます。少しだけコメントありがとう。頑張ってね、お仕事。猫3匹とジョンさん。三重から近づいてみて。近づくわけないやん。絶対嫌だし。絶対嫌です。この時間は画面に近づきません。はい、決めました。この時間は画面に近づかないので。仕事終わりにシャワー浴びてさっぱり、いいね、お疲れ様、いいよね、お仕事終わりのさシャワーっていいよね。わかる、なんかレッスン終わりのシャワーとかお風呂とか大好き、最高ってなる。晩ご飯何にしようかなと考えつつ残業、いいですね、頑張ろう。そう、今日はカウントダウン TV ライブライブで、そう、どうしても君が好きな初公開なので、皆さんぜひご覧ください。いや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 、草生えてるやん、嫌です、嫌です、近づきません。明日の朝はテレビの画面に近づいてみたりしてるのかな。そうですね、明日は、そう、明日は早起きなので、特にそう、明日はね、朝から WBC の試合があるので起きてみたいと思います。うん、こんばんは。明日はいよいよ準決勝ですね。怖いな。会議室から行きつけの和食屋さんに移動しました。お、いいね。 WBC って何時からなって、7時かな、でも8時かな、ちょっと待って、7時の予定なんやけど、放送が7時なだけで8時からかもしれん。7時かな、そうですね、さあ負けちゃったら、そうも寝ちゃうかもしれない、寝込んじゃうかも。 WBC ちょっと待って、8時やって、メキシコ戦7時からでも多分放送始まるんですよね。そう、8時かららしいです。
放送は7時アマプラですよねきっと。8時から配信絶対しませんよ絶対せんよ絶対せんよ私集中してみたい、集中してみます。はい、そう。でも7時から放送始まるなら6時50分には起きんとね。55分でもいいかな。いつも放送、試合が始まる前が長すぎるから試合始まってから見てる。うん、私は全部見てますよ大体。うん一緒に見たい。でも確かにあの野球観戦配信楽しかったね。うん、でもあれアマプラ見ながらなら配信できるからまたできるよ今度。そう、どっちを応援すんの。もちろん日本よ、日本よ。ジャパン、ジャパン。あ、え、TBS で見れるん。6ちゃんで見れるんか。なるほど。さあ寝坊しそう、マミーに起こされてそう。でも寝てそう。ちょっと私はちゃんと起きますから。明日大切な試合なんでね。明日はねメキシコと戦うよね。決勝がアメリカやったっけ。アメリカっぽいみたいなね。アメリカやったっけ決勝。うん、アメリカかも。大阪は毎日放送4ちゃん。おお、4ちゃん。6ちゃんですね宮崎。明日みんな7時前に起きてみましょう。うん、決勝ってさ、もうアメリカに決まったんかな。待って待って、準決勝相手がどっちが勝ってるかであれなんですけどね。あ、うん、今日14対2でアメリカが勝ってるのでアメリカです。アメリカと日本かメキシコかが戦います。アメリカだって絶対強いやん。しかも14対2やばいね。ファンを代表して可能性が高い事実を伝えたまでです。ちょっとそう、明日は佐々木朗希さんの予定ですね。そう、え、すごっ、14対2ってやばいね、すごいね。プエルトリコとベネズエ、うん、アメリカメキシコ勝ってるんや。なるほど、ドキドキな試合ですが応援しましょうね皆さん大事なとこ噛んじゃった。あ、待って、第2プール、プール B、プール C。 なるほどね。アメリカ強敵。そう、佐々木朗希さん、私同い年。みんなびっくりやない？私と同い年やって、あんな責任重大なことを21歳で同い年の方がやってると思うとすごいよね。尊敬します。
そうっす。あ、え、30人中20人やったっけ。20人メジャーリーガーってやばいね。やれやれって感じですね。もっと早朝かと思ってた。そう、8時なら普通に見れるよ。ちょっと早起きすれば。さなちゃんが応援すれば日本勝つ。本当？応援してます。明日もこれがいっぱいできるといいな。うん、佐々木朗希選手と同い年ってサラの若いって感じ。本当嬉しい。サラの若いよ。はい、みんな何歳やと思っちゃった。若いですよ。あ、そう、朝ドラのあの超ロングバージョン9、10、11、10、待って、8、9、10、11、いつも11時が終わる。9、10、11、12、12時ぐらいまで試合ある。昼まである。だから12時までは配信ないです160キロを投げる佐々木朗希選手と160キロメートルで、あ、160キロでバイクを運転するサーナの夢の共演。ちょっとそっちの共演160キロ、ちょっと待って、40キロしか出したことないわ。うん、4倍のスピード。明日は WBC 語りたくなった。急に明日配信始めてもいいやで。ドマさんありがとう。ワオかな、ありがとう。もう今からドキドキですね。野球選手ってさ、野球選手って寝れてるっちゃろうか、ちゃんと。なんか不安すぎて寝れんそうやない。いや、私40キロしか出したことないよ。40キロでも怖いのにさ、路上出てさ40キロ以上出せるんかな。バイクで160キロ出すとヘルメット外れてくる。ちょっと160キロ出すのもまず怖いね。だってさ、車で100キロ高速で出すのもめっちゃ怖かったのに、教習で。バイクは絶対無理ですね、うん、風めっちゃ受けるし、うん、怖すぎる。サーキットなバイクもものすごい速度。確かにサーキットね。あ、オートレースとか負けたら終わりやし、先発決まってたら緊張しそうね。そう、責任重大やん。なんか本当にすごい。21歳だよ。同い年、すごいね。同い年には見えないですね。いや、本気ですごいと思う。だってさ、世界中の方がそう見てるじゃないですか。そう、しかも舞台アメリカだしね。400cc やと160キロは出るかも、出らんかも。佐々木朗希選手が若いかと思った。あ、サナより同い年なんよ。そう、同い年同い年。そう、あ、佐々木朗希選手と同い年やったら若いって思うよね。何その現象。そう、マイアミと12時間13時間の差が、そうそうそう、あるね。ね、プレッシャー半端ない。絶対やばい、絶
たやばい、うん、なっつんさんお花ありがとう。え、今日寝れそう。でも寝らんとさできんじゃん。あ、逆に今寝てるんか。もう、うん、違うな、今もう朝、今朝か。じゃあもう今ドキドキしてる頃ですかね。同世代が活躍とか頑張ってると嬉しいね。そう、わかる。なんか勇気もらえますよね。パワーもらえる。韓国と日本時差、え、韓国ってさ、え、韓国ってさ一緒やっけ。 1,2 時間あるかと思ったわ。あ、5時46分アメリカ。じゃあまだ寝てるかな。プレッシャー楽しめたらすごい試合になりそう。え、どんな感じなんやろ、気持ち。自分が投げてる時の気持ちってどんな感じなんやろ。焦りとかあるのかな、逆に楽しいとかあるのかな。ね、焦りの方がなんか多そう。なんかドキドキしてそう、うん、ピッチャーってすごいよね。すごすぎる。そう、佐々木朗希選手はソラノちゃん世代です。そうです、そうです、同世代です。佐々木朗希選手この間まで高校生ってイメージ強い。え、ちょっと待って、それ言ったら私も一緒ね。私も一緒よ、うん、この間まで高校生。そう、3年前まで高校生。そう、みんなね、待って、3年前まで高校生ってまだ若いよ。めっちゃめっちゃ若くない？このワード、パワーワードやわ。3年前まで高校生、うん、若い。ちょっと若いって今自分で思った、うん、一瞬。もしソラノンが、うん、その立場やったらどうって。プレッシャーやばくて、もう絶対耐えられないと思う、うん、寝れんと思う、うん。今日めっちゃ若いって言うやん。だって3年前まで高校生って若くない？うん。サッターさんハートありがとう。10年前まで高校生とかよりさ、3年前まで高校生って若いやん。若いってなる。そろそろソラノちゃんも始球式の練習始めると届くかも。ソフトボール投げ9メートルとかしか飛ばんけど大丈夫ですかね。え、渚さんめっちゃすごいやん。びっくりした今。え、大谷翔平選手に、え、やばくない？すごい、始球式やば、口開くレベルにやばいね。すごめっちゃすごい。いいな。なんか自分の県にさ球団があったらさね、めっちゃいいよね。確かに渚さん、お、大阪って言ってた。北海道ですもんね。さあちゃん160キロ、いやー多分何キロですかね。何キロね、普通の女の子は何キロぐらい投げれるスピード。なんかさ野球選手100何十キロやん。ってことは数キロやない？20キロとか。20キロもある？20キロもないんかな。どんぐらい？スピードわからん。さあの今から大阪代表、大阪代表になったらさ阪神さんかな。スライダー投げれませんよ。
スライダーもフォークもストレートも、あ、え、普通投げれるのって何？普通の一般人が投げるのって何？なんでもないんかな。なんかあるよね、きっと。なんともないか。ただのボール。ジャイロボール？ジャイロボールってなん？すごい、大谷翔平選手にピッチングはめちゃくちゃすごい。すごいね。さあちゃんに野球のグラブ刺繍入りプレゼントしたい。めっちゃかっこいい。そんな夢ですね。ジャイロボールはフィクションです。ジャイロボール、ジャイロボールとは、高見菜さんと、とあちゃん、ん？あちゃん？誰だ？あちゃんと、え？あちゃんって誰？ゆきりんさん、ともちんさん、あ、ともちんさんも、阪神タイガーズさんは兵庫か。え、じゃあ大阪って何？大阪、あ、あつこさんね、前田あつこさんね。びっくりした、あちゃんって来たからさ、韓国人かなと思って。え、オリックスバファローズさんって大阪なの？大阪？大阪か。大阪か。この間さよならモーリーさん見ました。嬉しい、ありがとうございます。オリックスさんね。ほうほう、京セラドーム、もうオリックスさんなんや。なるほど、すごい、学びますね、学べますね。ソフトバンクホークスさんは福岡やん。読売巨人軍さん、ジャイアンツは東京じゃん。で、日本ハムさんは北海道やん。ん、日本ハムさん、ジャイアンツさん、ソフトバンクホークスさんで、広島東洋カープさんは広島じゃん。オリックスバファローズさんが大阪、阪神タイガーズさんが兵庫、西武ライオンズさんが埼玉、埼玉やったっけ、埼玉、千葉ロッテさんね。ロッテは千葉でしょ。あ、ヤクルトスワローズさんって東京でしたっけ。ライオンズさん埼玉やね。ヤクルトスワローズさん東京でしたよね、確か。あれ、東京違うかな。東京、東京ですよね、ですよね。ヤクルトスワローズさん、楽天イーグルスさんが東北ですよね。あとは、いや、まだある気がする、まだある気がする。
まだあるよね、なんか。ちょっと待って、思い出す。東北。あ、中日ドラゴンズ。名古屋なんや。名古屋ドラゴンズさんって名古屋なんですね。あ、千葉ロッテさん言った。北海道はファイターズ、うん、日本ファンファイターズ。あ、じゃあもう全部言ったかな。いや、まだまだある気がするぞ。いや、言ったかも。仙台ね。宮城。3分前早くない？早いよ。ランキング読むよ。ランキング読むよ。よし。13位はゆきひらさん。12位はあかさん。11位はこういちさん。10位はピンクかみおさん。9位はひかる 400X さん。8位はライトストーンさん。7位はしげお007さん。6位はクロアットマークチームメイト大好きさん。5位はサッタンさん。4位はいけちゃん。3位はよしおさん。2位はどまやさん。1位はやす1983さんでした。ありがとうございます。はい、次の配信は予定通りですよ。8時から9時です。はい、8時から9時です。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。もう終わりかって。そう、でも次8時からまた1時間後に配信始まるので、皆さん星を満タンにして、8時から始まるので7時15分あと15時67分後に捨て星お願いします。そう、星集めと、そう、捨て星もお願いしますね。この配信で空のは若いって学んだ。ちょっと若いんよ。そう、まだ若いんよ。そう、そう、佐々木朗希さんと同じなので、皆さんそれで覚えてください。はい、じゃあじゃんけんしましょうか。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんぶ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 ん。はい、皆さん見てくださってありがとうございました。若い、そう、誰しも若い時ある。そう、今若い、うん、じゃあまた1時間後に皆さん会いましょうね。それではまた来てください。バイバーイ。